突風被害から2日、現場には取材に当たっている伊豆川記者がいます。お願いします。はい、布引原地区です。お茶の加工工場の2階からお伝えします。この辺りはお茶畑が広い範囲に続きます。ここでお茶の加工などを行う鈴木大樹さんです。大変なところ申し訳ありません。まず被害としてはどういったところが目立つんでしょうか。はい、窓ガラスが割れて、天井が風によって浮き上がっちゃってますね。またこの会社でこの電柱を立てて電気を引いている、はい、ということなんですが、そちらは。そうですね、まだ復旧が済んでなくて電気も今つかない状況でして大変困ってますね。そうなるとお茶の加工にもこう影響が出るんでしょうか。そうですね、電気が来てないので機械の方もまだ動いてなくて大変困ってますね。この時期ですと新茶シーズンです。今とても大事な時期ですよね。そうですね、新茶がこれからどんどん増えていく中、機械が止まっちゃっているんでお客様には大変ご迷惑をかけていますので、一日でも早い復旧を目指して頑張っております。一番悔しいのはやっぱりこの時期になぜ天災被害に遭ってしまったのか、本当に悔しいですね。お忙しい中本当にありがとうございました。すいません、ありがとうございます。こちらの工場では従業員の皆さんが懸命に復旧作業を進めています。現場からは以上です。